皆さんこんにちは、こんばんは。仮想通貨インフォメーションの二の舞です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。はい、ビットコインがですね、急反発しております。ただこれはですね、株価が上昇したことによる影響が大きく、ビットコインをですねはじめとした、仮想通貨で大きなファンダがあったわけではないので、まあ、引き続きですね警戒感はね持っていきたいと思います。で、日頃からですね、動画の中で分散投資でリスクヘッジしていきましょうとねお話ししておりますが、今回はポートフォリオとしてですね、ありなんじゃないかと思うものねご紹介していきます。そして6月中にはですね、私の公式 LINE の方で、分散投資として、かなり有益なね、情報を配信していきたいと思いますので、チャンネル登録とともにですね、まだ登録されていない方はですね、LINE の方も登録の方しておいてください。で、今回はステーブルコインでの運用となります。日頃、大きく稼ぐねアルトコイン情報ばかりですが、リスクヘッジとしてですね、安定したコインの運用のですねお話の方をしていきたいと思います。で、注意点もありますので、ぜひ最後までご覧ください。私のチャンネルでは仮想通貨の最新情報、特にアルトコイン、これからですね大きく利益が出せる、コインを中心にご紹介しています。投資というのは情報を早くキャッチして先行投資できた人が勝ちやすいというのはもはや常識となっています。最新情報を受け取るためにもですね、ぜひチャンネル登録お願いします。そしてグッドボタンも忘れずにお願いします。私のモチベーション維持という目的もありますが、投資としてですね資産運用する方を増やす意味としても高評価で有益な情報の拡散を協力お願いいたします。そして概要欄にある私の公式 LINE では、仮想通貨に限らずですね、プロジェクト初期段階の情報や少額から大きく利益が狙える情報をお伝えしております。投資する目的としてですね様々な動機があると思いますが、最終地点は経済的自立です。投資に成功して経済的な自立が果たせればですね、自分や大切な人のために莫大な時間が使えるようになります。私もですね投資を始める前、中年になるまでですねひたすら働いていましたが、生活するため生きるためだけに働いていました。成功した今となってはですね本当に無駄な時間だったなと感じます。ただですね投資で稼ぎたくても周りに相談できる相手、質問できる相手がいなくてね困っている方もですね、LINE であれば相談も簡単にできると思います。ぜひですねチャンネル登録とともに LINE の方もですね登録して情報を受け取りに来てください。はい、まずはですねステーブルコインとは、何か、簡単にご説明します。ご存知の方もですね、たくさんいらっしゃると思いますので、価格のですね、安定性を実現するように設計された、仮想通貨のことです。で、主にですねアメリカドルになりますが、法定通貨との比率が1対1、つまりですね等価交換ができるようにですね、設定されたコインとなります。ちなみにですね、日本のですねステーブルコインもですね登場しております。ペッグ通貨とね呼ばれることもあります。で、価格を安定させる仕組みとしては、数種類のねシステムあるんですが、今回はですねちょっと割愛させていただきます。で、今回ですねご紹介するのは、最近ステーブルコインの中で注目を集めている USDC です。で、ステーブルコインですので、投資としてはですねもちろん保有しているだけでは何の意味もありません。ですので USDC をステーキングすることで利回りでですね手堅く資産運用することができます。で、最近直接日本円でのですね取引が可能になった海外取引所、このねバイビットではですね USDC をステーキングすることで年利で 5.5% 獲得することができます。以前からですねこのサービスあったんですが、利回りの方がですね 5.5% と上がったので、今回ねご紹介することにしました。で、私のチャンネルではよく言っていますが、日本のですね銀行に貯金しても 0.01% です。で、もはやこんな金利ね意味があるのかとね思ってしまう水準なので、こういった仮想通貨でもですねリスクの少ない運用も検討してみてください。ただですね注意点もあります。ステーブルコインは、金やですね株、他にもですね、ドルそのものを裏付け資産として保有してね価格を一定にするシステムです。で、例外もありますが、大体がですね何がしかの、担保があって価格を一定に保つことで、仮想通貨業界では、USDT テザーをはじめとしてですね、基軸通貨の役割を担ってきました。
で皆さんもご存知だと思いますが、先日の、テラのですねルナ暴落の発端となったのが、テラが発行しているステーブルコインの UST です。その UST がクラッシュしたことによってですね、テラ、ルナの暴落がですね引き起こされました。その波及で一番有名な USDT も一時期ですね大きく急落する事態となりました。そこで資産の移動先として USDC にですね多くの資金が流れ込む形となりました。でこの USDT の資金としてはですね、安全なアメリカ国債や、法定通貨がですね大半を占めていること、他にもですね皆さん一回は聞いたことある、アメリカのですね超大手投資会社であるゴールドマンサックスがですねバックについているコインとなります。この信頼性からですねステーブルコインの勢力図が変わってくるんじゃないかともね、言われております。何でもそうですが、100% 安全なことはですね決してないので、そこはですね頭の片隅に置いてほしいんですが、このですね USDC でのステーキングは、コイン自体の価値がね上がるわけではないですが、下がることもですねほぼないので、純粋利回りでのね、利益として計算しやすいんじゃないかと思います。でバイビットはですね日本語完全対応ですし、24時間オペレーターがですね常駐していますので安心だと思います。で私の LINE 読者さんはですねほとんどの方、バイビット使っているので、わかると思いますが、非常にですね使いやすいと思います。で新しく発行されたルナも取り扱っていますし、私がですね過去に紹介した銘柄、ほとんどですね取り扱いがあります。でまだですね日本での口座しか持っていない方はですね購入できる通貨かなり限られてきます。海外取引所のですね口座開設、第一歩としてですねいい取引所だなと思いますので、概要欄にですねバイビットのサイトを載せておきますので、興味持っていただいたらそちらからですね飛んでください。今後もですねメタバース関連銘柄やゲームファイ、もちろんですね有望なアルトコイン情報をお伝えしていきます。さらにですね動画に出してない情報などもねたくさんあるんですけれども、そのような情報はですね私の公式 LINE 限定となってしまいます。概要欄の方からですね公式 LINE、登録ね簡単にできますので情報を受け取りに来てください。そしてグッドボタンの方もですねぜひ押していってください。グッドボタンをですね押していただけると本当に励みになりますし、今後のですね動画制作のやる気にもなりますので、チャンネル登録とともにですねぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。